まだまだ先は長いですが、これから滋賀県に入ります。目的地はまず米原。今日も JR 西日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は普通列車米原行き、運転座席付近では混雑時には携帯電話の電源をお切りください。 JR 西日本米原駅に着きました。ここで北陸本線は終点、これから京都方面に乗り換えます。でももうお腹が空いたし、京都周辺には物はいっぱいあるけれど、なんか高いような気もするんで、それはただイメージに過ぎないと思うんですがね。じゃあちょっと米原駅周辺でなんか食事でもしようかなと思うんですけど、これ米原の人には悪いんですよ。米原ってね、何にもないイメージしかないんですよね。多分そんなことはないと思うんですけど、まともに米原駅で降りたことが今までになく、乗り換えで使う頻度は多いのですが、これが私が初めて目に入れる米原の街です。滋賀県米原市。あ、なるほどね。新幹線がじゃんじゃん通過していきます。ここからは東海道新幹線、まあ、私は乗りませんが、本当バカにするつもりはないですけど、思ったより何もなかったんで、ちょっとこれあれだな、まあ、もしかしたら中心部が駅から少し離れてるというパターンかもしれませんが、ちょっとこれはうーんって感じなんでね。やっぱりいや、もうすぐ新快速が出ますんで、それで京都へ向かうことにしようね。京都行きましょう。いや、ホームに戻ってきたらちょうど新快速が出てくところでして、京都まで行く普通の、まともな列車はですね、30分に1本しか出ませんので、あと1分早ければこんなことにならなかったんですが、お、なんか知らんけど特急白鷺号が2本同時に出てくるのが見られましたんで、これなんか珍しい光景ですね。まあそれが見られただけいいことにするから、鉄道マニアとしては嬉しいことです。いやでもそんなことはないわ。夜のね、9時の30分なんて痛いですから、あんなもん見たからって心は安らぎません。まあ私がただ金沢して、米原駅前でダラダラしてたのが良くないんですが、結局次の列車まで30分ホームで待つなんてバカバカしいですから、やっぱ食べ物買いに行って、まあ、もしくは何か食べてこようと思ったんですが、どこに何があるのかよくわからないので、駅員さんにすみません、何か食べ物の手に入るところはありますかと聞いたらですね、コンビニになりますね、10分ほど行くと、あ、そうですか、わかりました、ありがとうございます。10分か、まあまあいいですね、行かなくても。昼間でしたら、米原駅周辺駅弁業者が発達しておりまして、美味しい近江牛の駅弁などがいっぱいあるんですけども、夜この時間になるとこの通りというわけです。ちなみにね、滋賀県庁所在地の、大津駅ですけど、あそこもねなかなか、まあ一回大津に行ったことあるんですけど、まあ、米原よりはいろいろあるんですが、ちょっと物を手に入れるのは少しもしかしたら苦労するかもしれないなという感じの場所でもあります。まあ、今日も大津駅経由しますけどね、降りることはないかな、降りてみてもいいでしょうか。というわけで一つお隣の彦根駅に来ました。あとの新快速電車が京都には先に着くので、つまり20分彦根に滞在できるというわけです。こちらの方がかなり栄えているはずです。ちなみに彦根で降りるのも今回私は初めてです。駅の地図案内看板を見ても安心感があります。城下町彦根に残っております彦根城の天守は、現存する、6つの国宝の天守の中の1つ、松本城と同じような価値のあるお城です。彦根城は井伊家のお城として有名です。ここにこう銅像がありますけどね、初代の、彦根藩主井伊直政さん、これはですね、なんでさん付けしたのか分かりませんが、戦国時代の人でして、出身は静岡県、もうですからね、家康ともお家も近いわけですけども、徳川家の重鎮として活躍をしまして、関原の戦いでも功を成したんだそうです。皆さんも井伊直介とかご存知だと思いますね。大老につける家柄っていうのは、それはもちろん徳川家とゆかりのいろいろある譜代大名でなければならないわけですけども、まあ、そういったことからですね、井伊家は江戸時代を通じて、重要な役職に就いていました。井伊直政の活躍あってこその今の彦根の発展というわけです。だからこのような立派な像が作られています。ちなみにこのうさずきんみたいなね、変なつったらあれなのかな、兜ですけども、有名なゆるキャラグランプリを取ったんですよね。彦根庵のこの兜にも使われております。でこれ明るければ彦根駅のここから多分ね見えると思うんですよね。ここから見えるかどうかわからないですけど、この暗いあの辺に彦根城天守があるらしいんですが、残念ながら特に姫路城のようにライトアップなどはしていないようで、夜に来ても彦根城国宝の姿を見ることはできませんでした。で夕飯はですね、セブンイレブンで滋賀県名物を購入しました。こちらです。
パンですね。実はね、滋賀県というのは、特にあの県庁所在地の大津が県庁らしいんですけれども、パンの消費量が非常に多いんだそうです。大津が1位なのかな、他もね、あの多い傾向にあるそうなんですが、あのというわけでパン、こんな名物って言えんのかという思う人もいるかもしれませんが、あの皆さん仙台知ってますか？あの仙台でね、あの牛タン名物じゃないですかね。誰が何と言うと牛タン名物だと思いますけど、あの実際には別に宮城県産の牛タンなんてほとんど流通してないんですね。オーストラリアの牛タンがいっぱい。でも仙台が牛タン名物な理由は、仙台市がですね、あの牛タンの消費量全国1位だからなんですよ。ということは、あのこれはね、あのもうこのパンというのは、滋賀県名物、特に、まあ、大津の名物なのかなと、認定されてしかるべきだと思いますので、まあ、今からあの私はこれをあの滋賀県名物とあの言い張ることにしますので、皆さんもよろしくお願いします。という中ね、この間あの私が仕事してた日にたまたまテレビ見たんですけども、あのこれなんか全日空の社長がね、あのこのパンをなんか毎日何年も何年もずっと昼ご飯に食べ続けてるらしいですよ。京都に着きました。これから先は列車も混みます。京都に着きました。今の時刻は10時ぐらいかな、10時30分。雨は降ってますけど、確かね22時54分が最終バスなんでまだ大丈夫。この時間に京都に着くことができたのなら泊まる場所はもう1箇所しかありません。EM66-27 で鉄道マニアが見ればみんなですね、あの飛び上がって大喜びする機関車が来たんですけど、あのカメラの手元が狂って、いやうまく映せませんでしたね。あ、残念だ。もうちょっとあと2秒早く気づきたかったですけど、まあ、あの面白いシーンなんで残しておこうとします。ゼロ番ホームには誰もいませんので、もう来た瞬間荷物全部ここにほっぽり出してね、すごいほっぽり出し方でマイクも怒っちゃいましたが、でも間に合わなかった。また貨物列車が来ました。あれも EF66 なんですけど、さっきのとは全然違うでしょ。ちなみにあれからね、多分3分ぐらいしか経っていません。夜の東海道は本当に物流の大動脈でして、このような貨物列車が山手線張りの感覚で続々とやってくるようです。全部性能運輸の荷物。私と同い年、今21年目の京都駅ビル、それでますとね、こっちがあの八丈口じゃなくて烏丸口でしたっけ、あれいつも知ってんの忘れちゃいましたけど、これが京都タワー。鉄骨を使わないビルとしては日本で一番高く、その高さは100メートルあります。これね、京都の割にはなんかこうただ高いだけの建物みたいに思うかもしれませんが、京都ってのあの高さはね、建物規制があるの皆さんもご存知だと思いますが、あのそういうわけでね、これに登ると都大路すべて見渡すことができ、なかなか面白いのでおすすめの場所ですよ。京都タワーには銭湯も併設されています。時間を調べなかったのが悪いんですが、あのバスの時間がですね、22時45分、次は6分、目の前で45分のバスが行ってしまいました。次は6分です。仕方ありません。一番前なので、まあ座るのは問題ないでしょう。この江通りバス停で降りました。ここは京都大学吉田寮の最寄り停留所となっています。視聴者の皆さんにもね、前にご紹介したというか、まあ、お話ぐらいですけれども、あのしたことはあるんですが、皆さんご存知、旧帝大の名門京都大学は、まあ、いくつか自治寮を持っておりまして、その中の一つ吉田寮は全く関係のない部外者でも泊めてもらうことができます。今の時刻はもう11時を回っていますが、11時半になってるわ。そんな遅いのか。そんな遅い時間で今からすいません止めてくださいって、ちょっと失礼な話ですけども、あの基本的にあの24時間営業っていうかね、ずっとなんかみんな起きてますんで、そんなに問題はなさそうです。またお話をしますが、吉田寮は非常に寮費の安い寮として知られ、2500円ほど学生が自分で自治的な運営をしています。部外者が泊まることができるという理由についてはですね、それは私前に聞いてあんまよく覚えてないんですが、
確か京大当局と吉田寮とか、まあ、ずっと長いこと戦いの状態になってるんですけども、何かそのあった時に、大学関係者とそれから学生以外にも、第三者がいた方がいいんじゃないかみたいなことで、私みたいな部外者も止めてもらえるらしいんですね。で、私の知っている限りでは、前泊まるのには1人1泊あたり200円ということだったんですが、それがもうあとはカンパ制ということで無料なんだけれども、まあ、一応カンパできたらお願いしますみたいな感じになりまして、泊まるにあたってはですね、まあ、ここが門の入り口なんですけども、中にいる、寮生の方に話しかけると、まあ、寮生の方は多分寮の取り決めを、まあ、皆さんご存知ですからね、こういう、外泊者が来たらじゃあこれに書いてくださいみたいなものをこう書類を渡されてですね、それであとはまあ、お金をもしカンパがあるならば、まあ、もらう、まあ、そういう感じになるわけです。で、旧印刷室というところに案内をされて、まあ、適当に雑魚寝ということになります。でこれから泊めてもらう場所は人のうちですから、あんまり人んちにね、すみません泊めてくださいと、入っていくときに あんまり偉そうなこと言うのはどうかと思いますので、私もかなりつつましい行為をいつも取るように気をつけているし、発言にも注意しているんですが、まあ、これはね、言っても失礼に当たらないと思うんですけども、はっきり言って汚いですよ。汚いんだけども、それでもいいという人はぜひシャワー無料、洗濯もさせてもらえるという環境ですので、非常に助かりますので、それで全然問題ないという方はおすすめします。じゃあこれから先は本当に人んちだし、私も京都大吉田寮についてその中を撮影することをネタにする気はさらさらないので、この動画はここまで。明日の朝はまた引き続きのお話ができればと思います。もうちょっと話すつもりだったんですが、雨もですね、まあ、本当は豪雨の予定だったんでそれよりマシになってよかったですけれども、このように強まってきましたんで、もうそろそろこの動画は終わりにさせていただきます。また明日。ちなみにまたですね、大変申し訳ないんですけども、明日の午後から、まあ、すぐその理由は分かると思いますが、私もまた仕事の都合によって、明日の午後休みをいただくことになります。そして、明日の午後とそれから明後日の午前中休みをいただきますので、明日こそはですね、明日の、午前中と明後日の午後とそれを合わせて1日分のようにして、1本の動画にさせていただければと思っております。この点ご了承ください。よろしくお願いします。これについてもですね、元々から決まっていた予定を優先させるためです。まあ、言ってもいいかな、JR 西日本が運行する、夜行列車復活特急、サロンカー明星号に乗るための、お休みをいただくわけです。最低限で取らせていただきますのでよろしくお願いします。ありがとうございました。